クエンカリエンテは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シウダーレアル県のムニシピオ。シウダーレアル県とコレドバ県との県境にあり、県とシウダーレアルの南西 98km の位置にある。2010年の人口は1126人、面積は2 6 9 8 5トルである。自治体の領域の一部はマドローナ産地に含まれる。気候は内性気候で、 寒暖の差は激しく、1日の最高気温と最低気温の差は摂氏20度になることもある。年間降水量は約600ミリメートル。ベニャ・スクリータの洞窟壁画この地における人類の定住の歴史は古く同期時代に遡り、自治体内には洞窟壁画が残されている。フェニキア時代、ローマ時代、アラブ時代の移行は、 この地には湧き出している温泉の効能についての知識をすでに持っていたことを物語る。また、郊外には採掘港跡も発見されている。フエンカリエンテは南への玄関口となっており、そのことはこの地の伝統文化、風俗習慣を豊かなものにした。この地域についての最も古い記録は、カラトラーバ騎士団が創設された1158年のことである。 1189年のカラトラーバ騎士団の教会についての文書には、フエンカリエンテの名称こそ書き残されていないものの、この地域についてのことがかなり詳細に記されている。フエンカリエンテはカラトラーバ騎士団の領するところとなり、その領域はカンポでカラトラーバと呼ばれ、19世紀の地方再編で、それまで存在したラマンチャ圏が消滅するまで、その名称が使われた。 13世紀のフエンカリエンテの村としての設立は、レコンキスタと深く関係している。1369年、フエンカリエンテの村とフエンカリエンテ、地裁管轄区域が設立された。騎士団長、ペドロ・ムニス・デ・ゴドイが一人のカラトラーバ修道会の修道士ベニート・サンチェスに、この地の当時サンタマリアデロス・バーニョス礼拝堂に住むための許可を与えたことに始まる。 騎士団長、ペドロ・ムニス・デ・ゴドイは、修道士ベニート・サンチェスをその地の教区司祭に任命し、町における建物の建築、十分の一税の取り立て、主張任免権、裁判権などの許可と、将来の入職者に対する税の免除特権を与えた。14世紀末には、フエン・カリエンテは、デスペニャ・ペーロスに到着する前に立ち寄る重要な巡礼地となったと、 コルドバ大聖堂に残されている文書の中に残されている。自治体市長はカスティーギャラマンチャ国民党のバレンティン・アウレリオ・ムーニョス、ムーニョスで、自治体表議員はカスティーギャラマンチャ国民党5カスティーギャラマンチャ社会党4となっているフエンカリエンテはプエルトジャーの司法管轄区に属す。ありがとうございます。